不思議魚は、カンムリキンメダイメ不思議魚かジバーグシーイデイに分類される2種の甲骨魚の総称、もしくはそのうちの1種の和名。不思議魚属ジバーグシースのみが所属し、大西洋とインド、太平洋の程度地域の深海から、それぞれ1種ずつ、世界全体で1属2種のみが知られている深海魚である。俗名は、ラテン語のギバとギリシャ語のイクテスを合成したもの。 仮名は俗名に動物のトガを表す場合のラテン語語尾、イダエをつけたもの。深海魚で体長は10センチメートル前後で大きくても13センチメートル程度の小型の魚である。本種は生体にはこれといった特徴は見受けられないものの、幼体には他の魚にはない珍奇な特徴がある。それは腹びれでこの部分が体長よりもはるかに長く。 その先端部に10以上もの膨張器官があり、これを引きずるようにして泳ぐ。この部分は、海中の表層付近で、クラゲに擬態したり、天敵に襲われた際に、これをおとりにして、身を守ると言われているが、定かではない。そして、生態となると、この部分がなくなり、見た目が普通の魚と同じになってしまうので、何のために用体がこういった。 身体構造になっているのかは謎に包まれている。同様に稚魚が珍妙な姿をしている。深海魚としては、三つ股やウオの仲間が知られている。小型の深海魚で採取されることも少ないため、和妙や稚魚の形態が興味をそそる以外、特に人間との関係はない。不思議オジバーアグシースプマラスパー、1933、全長9.2センチメートル程度。フロリダから、 ブラジル北部にかけての大西洋に分布する。稚魚は0から50メートルの比較的浅い海に見られるが、生魚は320から1100メートルの深海に生息する。単脚類や貝足類などの微小小型の甲殻類を食べている。稚魚は腹きに著しい特徴を持つことから、1965年にカシュドロンイーダムロビンスデシルバ、 1965という新属新種の魚として記載され、本種のために新しくカシドロニダエというトガも建てられたが、後に不思議ウオの稚魚と判明し、シノニムとなった。マカ不思議ウオジバーグシースラタフランズ全長約13センチメートル。インド洋から西太平洋の水深750から2000メートルの深海に生息する。 2005年には日本からもち魚が記録され、その報告の際に、マカフシギウオという和名が提唱された。胃の内容物の分析から、甲殻類などの動物プランクトンを食べていると考えられている。当初は、フシギウオの治魚のために建てられたカシドロン族に分類されて記載されが、後にジバーグシース族に所属変更となった。ありがとうございます。